それでは初めにゾーンジェンスの注意事項について説明したいと思います注意事項を説明する前にまずゾーンオフェンスは上下左右そして中に縮めてまたスクリーンをかけて形を歪めるその中でギャップをアタックしていくことを目的としていますオフェンスの攻めるポイントを理解した上で ディフェンスをすると効果的な守りになると思いますでその中でゾーンディエンスではボールマンそしてドライブで切り込んでくる選手を食い止めるバンパー役そこから出るボールをインターセプトするボールバンパーインターセプターこの3つの役割を主に選手には指導するようにしています。そしてゾーンディエンスの注意事項私たちは10項目挙げてます。 これは優先順位が高い順に並べているわけではなく私たちが大切にしていることを挙げています。まず1点目のスペースですけれどもオフェンスはドライブのスペースそれからパスのスペースカッティングのスペースを作り出したいわけですのでそのスペースをいかに消すかが重要になってきます。そしてゾーンディフェンスの2番目ですけれどもバランスをいかに保ち続けるか。 どうしても相手は上下左右、また中に収縮、そして形を歪めようとしますので、バランスが崩れてしまいます。それをいかに早く修正して、自分たちの一番いい状態に整えるかというのを心がけています。そして三番目はディレクションです。どちらの方向に相手を追い込むか、どこに罠を仕掛けているかということをきちんと理解し、方向付けをしなければなりません。 そして4番目はハンズアップです、えー、簡単なようで非常に難しいことです、えー、よく見るゾーンデュエンスではあまり手が上がっておらず、えー、スペースを消すことができてませんこれは1番目の注意事項につながると思いますがハンズアップをきちっとすることでスペースを消すことにつながると思います